めっちゃいいよな、内久田君。俺めっちゃ大好き、内久田君。稲妻イレブンの曲の中で1、2を争うぐらい好きだわ。うん、ということで、始まっていきます。稲妻イレブン GO ダークでございます。稲妻イレブン GO ダーク。こんにちは、ペガちゃんです。ということで、稲妻イレブン GO ダーク今回からやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、あのね、稲妻イレブン GO の、まあ、ギャラクシーの実況この前終わったんですけれども、まあ、稲妻イレブン GO の1作目とかクロノストーンのちょっとストーリーがね、ちょっと抜けてるところが結構あったりするんで、まあ、新作までにそこら辺復習しておかないといけないかなと。ということで、今回から稲妻イレブン GO ダークをやっていけたらというふうに思っております。よろしくお願いします。僕ね、リアルタイムでプレイした時、中学生の時プレイしてたんですけれども、その時はね、稲妻イレブン GO の社員をやってました。なので、ダークを初プレイという感じですね。よろしくお願いします。それでは始めからいきましょう。まあ、中古で買ったんで、続きからがちょっとあるんですけれども。はい、ということで、名前は、ペガちゃんと申します。以後、お見知りおきを。はい。この作品はフィクションです。実在の人物、団体、事件などには一切関係ありません。これはめちゃめちゃ大事です。またゲーム中に登場する必殺技や特訓は架空のものです。危険ですので、バネをしないでください。まあ、タイヤを受け止めるみたいな、ああいう特訓危険なんで、本当に皆さんやらない方がいいですよ。はい。時は満ちた。たとえこの身を滅ぼすことになろうと構わない。自らの信じる者のため、私は全てを差し出して恋願おう。全てを差し出す。それほどに大切な願いということでしょうか。はい。どんな犠牲を払ってでも叶えなければなりません。そうですか。あなたにとっての宿命なのですね。では、お告げなさい。あなたのその願いを。私はサッカーを支配する。おずっとムービーが続くね。これじゃない、フィフスフィフスじゃない、これ違ったっけ。僕ちょっとここら辺覚え、された。ああ出た、石戸修司だ。どうしました。いや、昔のことを思い出していた。学生服だよな、こう見ると。サッカーは皆平等に愛されるべきであり、その価値ある勝利も平等に分け与えられるべきである。この少年サッカー法第5条を守ることが我々フィフスセクターの存在意義だ。5条。サッカーは腐敗した。もうあの頃のサッカーはどこにもない。これはエキシビジョンマッチの形を変えた組織集会だ。非正合だね。お、稲妻ジャパンが世界一となって10年。その栄光によって日本におけるサッカーの地位は格段に高まっていた。もう中学生の世界大会で優勝してそんなに価値高まるかな。おお。ちょっと前から思ってた。それは中でも稲妻ジャパンに多くの選手を送り出したライモン中は今やサッカーにおける名門校となった。うん、昔の帝国学園に変わってみたいな感じだよな。これは激動のサッカー界に多くの英雄を送り出したライモン中サッカー部の新たなる物語である。わあ。第1章、松風天馬、ライモンに吹く新しい風。いいね。結構ね、当時ね、このグラフィックが上がったことにね、結構感動してたよ俺。全然違うんだもん、DS と画質が。行ってきまーす。天馬だ。さあ、今日からサッカーだ。いいね、始まっていきますよ。
そうそう、こういうグラフィックに感動したのよ、この 3D モーションとかね。ディスギなかったもん、こういうの。まああったけど、画質が全然違う。あ、サスケだ。おはよう、サスケ。今日から俺も憧れのライモンでサッカーができるんだ。すごいだろ。汚い汚い。そっか、サスケも喜んでくれるのか。それじゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。わあ、また寝た、また寝た。アキネ行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけるのよ。はい。アクちゃん可愛いよな。でもなんか全然さ、その中学生の頃となんかあんま姿が変わってないっていうか、アクちゃんとうとう行けるんだ。より美人だった。おお、そうそうそう、こういうマップとかで結構感動したんだよな。3の時よりも進化しててさ、この画質の違いというかね、懐かしい。ちょっとあの頃思い出しますよ。おーん、いやー、でもさ、まあ俺 GO のさアニメさ、もうリアルタイムで見てたんだけどさ、あの石戸修司出てくるじゃないですか。もうバレバレだったよね。もうあのツイッターとかでもあれ GO 演じたのってもうバレバレだったよね。あの声優とかも全く一緒だし、姿もなんかもう全然ゴーエンジにめちゃめちゃ似てるし。でも俺ゴーエンジ好きだったからさ、ある意味ああいうゴーエンジを見たくない姿もあった、見たくないっていうところもあったけど、うん。おはよう。早いね、もう学校。かわいい葵ちゃん。あれ葵だ。おはよう。そんなところで何してるの。なんかさ、わかんねえ、俺の学校が特殊だったのかもしんないけどさ、あの同級生にさ仲いい女子がいたらさ、絶対からかわれるよね。多分天馬もこの葵ちゃんと一緒にいることで周りのなんか変な男子とかにからかわれる気がするな、学校生活とかだとね。しかも可愛いんだもん。うん、これまでずっとこの河川敷で一人の練習を頑張っていたよなって、なんだかしみじみしちゃうよ。うん、うん、でもこれからはチームでサッカーできるんだ。俺絶対にライモンサッカー部に入るよ。へえ、君なんだ。あ、稲妻 KFC かなこれ。ライモンサッカー部に入るつもりなの。すごいな、時を。でもライモンサッカー部って言えばかなりレベルが高いって噂だろ。君そんな強そうに見えないけど、失礼だな、このコスケ。あ、5人対5人サッカーバトルでしょ。いないよチームメイト、こっちいないんだけど。いないよ、いないいないいない。うん、俺たちこの河川敷で練習してるジュニアサッカーチームなんだけど、サッカーには自信あるからさ。ライモン中の最初は練習相手でしたもんね、うん、俺たちが手伝ってあげるよ。先に1点取った方が勝ちだからな。チームメイト誰？サッカー用のシューズ。なんで葵ちゃんが持ってるの？なんで持ってるの？おかしいでしょ。なんで持ってるの葵ちゃんが。ちょっと意味がわからない。なんでそのあの靴ポイって出せんの？結構保護者だな。だからこれ装備つけろってことでしょ。これ天馬にこの練習用シューズ。なるほどね、言いましょうか。それじゃけどサッカーバトルだ。チームメイト誰？うちのチームメイト誰？おー、いい音楽。操作ガイド、ちょっとね操作変わるんだよね。なんだっけ、パスがさ、この長押しするとループパスになるみたいになったような、あれが結構俺は好きだった。ただなんかもうクロノストーンとかギャラクシーでもなくなっちゃったんだよね確か。あー、チームメイトは KFC の人なんだ。一人だけ制服だ。そうそう、こうやって長押しするとこういうループパスになるんだよ。なんか違うな、全然ギャラクシーとも違うな、なんか操作が全然違えわ。これ決まった？あ、決まる、あ、決まるんや。あんな遠いところのヘディングにしては威力が強すぎないね。バトル勝利。うわ、夏、この音楽夏。やった、勝ったぞ。
これで今日マスターしたかな。言っとくけど俺たちまだ本気出してないからね。おい、なんか負けたくせになんか言ってんな、ガミガミと。こんなので入れるかなって。なやねん。これを使ってスタミナドリンクを手に入れた。え、なんでそんな、葵ちゃんどんどん物が出てくんの。物持ちすぎやろ。なんだ倉庫や。人間倉庫やって。うん。それじゃあ入学試験ね。憧れの雷門中へ向かおう。すごいな、憧れの存在になっちゃったもんね。前は憧れとかじゃなくてさ、ね、もう弱小サッカー部だったわけだから。これ稲妻町かな。おお、来た来た、雷門中。また10年で校舎からってすごいよな。ついに来たぞ、憧れの雷門だ。おお、あ、オーラ出とる。もう見るからにあれだよね、悪そうだよな。あ、あったあったあった。これなんかあれなんだよね、これを全部クリアして最後に試合とかがあるんだよ。うわ、夏で部室ね。ごめん、これもう覚えてるわ。部室もなんか配置あんま変わってないもんね、こういうね。ただ校舎変わってるっていうね。そう、稲妻ジャパンが優勝してから10年で校舎建て替えるって金持ちぎないからね、門中は。あまりにもあれがね、ボロい物なんすよ。サッカー部の看板がある。ここが部室なのかな。一回のね、エイリアに壊されたよね、確かね。で、そっから建て直したみたいな。だから、まあ、ある意味復元されたものではあるよね。いいえ、それは記念に残してあるずっと前の部室で、今は使われていないのよ。おお。君、新入生よね。もしかしてサッカー部に入部希望なのかしら。春菜は先生になったと。はい、俺、松風天馬と言います。中学になったら憧れのライモンで大好きなサッカーをやるって決めていたんです。うん、この赤いメガネは継承されてるっていうね。子供、その中学校の頃からずっとつけてるっていうのがいいよね。そう、憧れのライモンか。うわー、これ悲しいよな、こういうボソッとっていうのが。テーマまだ何も知らないけど。わかったわ、よろしくね、テーマくん。私は大人し春菜、サッカー部の顧問をやっているの。うん。え、顧問の先生だったんですか。よろしくお願いします。なんか似てる、あなたを見てたら昔の知り合いを思い出しちゃった。それはもしかしてあの守くんですか。サッカーの守くん。さて、それじゃあサッカー部の部室に案内するわ。これは物質ではない、記念に取っておいてるっていう、なんかね。校舎を抜けたところよ、行きましょう。校舎は変わってるんだよな、なんかね。一回エイリアに校舎壊されて、そっから建て直したけど、そっからさらにまたちょっと変わってるっていうね。あ、これデートですよ、春菜ちゃんと。これデートですよ、これね、二人で。これあのうぐにゅ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 、これこうやってね、あの激しく絡み合って行きましょうか。新入生が教師と絡み合うってちょっとヤバくないか。うん、本校舎ね、これは。あら、あれは工藤監督だわ、もしかして。またフィフスセクターはサッカーを管理しているのです。大臣。それが何か。まだわからんのかね。君の行動は大問題なのだよ。大問題なのだよ。工藤君、いい加減君にも現代のサッカーを理解してもらわねば困るよ。なこの金、この悪そうなやつ、明らかにね。これからは管理サッカーの時代です。で、不愉快は帰ってきてるっていうね。これびっくりだよね、本当に。どこの中学もマニュアルに沿った練習メニューで。完璧なサッカーの英才教育をしています。君はあの稲妻ジャパンを優勝に導いた監督かもしれませんが、もはや君のやり方は通用しないのですよ。そう、今は工藤がライモンの監督をやってるっていう。
私は私のやり方を曲げることはできません。ならば、いずれ君がこの学校を去ることになるのは時間の問題だがね。話が終わったのなら失礼します。サッカー部の練習があります。これ理事長なのかな、この金座みたいな。サッカー部にこだわって一体君に何の得があるんですか。これ不愉快のこの不愉快さはね、変わらんすよね、本当に。時を待っているのですよ。何、時を待っているのですよ。ちょっと痛いぞ。そう、なんか意味深なこと言わなくていいやん。ね、時を待ってるんですよ。なんかそんな意味深なこと言うから、またなんかあの、ああいう校長をまた不愉快みたいな人が切れるんでしょう。それでなんかあの、怒らせちゃ刺激しちゃダメですよ。サッカー部の部室ってこれ？これ一つの、まあ、あの学校の部活のレベルではないよね、これ。なんか青森山田、でも青森山田とかこんな感じなのかな。これがサッカー棟よ。この中に部室や屋内グラウンドがあるの。うん。これがライモンサッカー部。すごい。屋内のグラウンドはいいよね。それじゃあサッカー棟の中を案内するわ。行きましょう。結構これ春菜もさ、ちょっとテンション上がってるんじゃないでしょうか。そんな気がする。これはこれほんとすごいよな。ただこれ真ん中のマークってこれあれじゃない、フィフスセクターのマークじゃない。わあ広い。ここはサロン、サロンね。セカンドルーム、あれか2軍だっけこれ。サッカー部2軍、セカンドチームの部室よ。2軍があったよね、そういえば。で、これが1軍と、うん、ファーストチーム。セカンドからファーストに上がるのはとっても大変なのよ。天馬くんも頑張ってね。でも2軍とか1軍っていう概念はすぐなくなっちゃうんですよね。そして、そしてこの先が大谷先生、大変です。これ誰、サッカー部がとんでもないことに。なになになに、あれ今走ってきたのは誰、先生か。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしていきたいと思います。まあ稲妻11GO はちょっとぼちぼちやっていきたいと思ってるんで、皆様ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの